歌うまいわみんな。誰の話今？マモちゃん。いやマモちゃん本当うまくなったよね。ありがとう。スキル上がってる。マジで？うわ超嬉しい。うん。あんま最近のはだから今度聞かせてもらうけど、うん、ワンダー。うん。ワンダーいつ出んの？ワンダーはね、うん、ちょうど去年出たね。ちょうど去年。よかった。よかったわ。そこをね、そう、逆にそっちでよかったね。そこをね、今こう探りながらやってたんだけど。一年前でよかったなと思って、うん、俺はね。そうだよね。それで、マモちゃんもよかったなと思ってるよね。うん、そうだよ、そうだよ。でもほら、ライブで聴いてくれたでしょ。そう、ワンダーの中の曲はね。うん、いっぱいいいのあったし。ほんと？フェイクもね、うまくなったね。でも本当に最初マジごめんするけど、うん、最初の頃の曲から聴いてくれてんのよ、うん、僕の曲に関して。それはもうディスカバリーの頃から。ディスカバリーは大好き。まあ好きだけど、ね、ディスカバリーあれいいね。デビューとしてはもう見事、うん、あれしかないってとこを狙って。 あとマモちゃんさ、時代に守られすぎてるよね。なんかいろんな人がさ、こうなんつうの、いろんな作家さんとか集めるじゃん。俺超やってもらってるね。いろんな、すごいいろんな方にやって、才能のあふれるクリエイターの人たちに曲作ってもらったりさ、 それに助けられてる。俺なんて全部し自分でやってっかんね。うん、まあやってる。うん、まあね、いいって大変。まあ大変よ。うん、何そのちょいちょい自慢挟む感じ。違う違う。だからマモちゃんはなんかいろいろね、うん、そうやって人を引きつける何かを持ってて、うん、まさにシャイニー宮野であるとね、そんなシャイニーしてる様にみんなこう引き寄せられてくるんだなと思う。じゃあ俺シャイニー宮野に変えるわ。いいんじゃない。宮野、うん、シャイニー守るでもいいけど。ミドルネーム的にやってる。ミドルネームいろ。でも本当に僕も2回だけ作詞したんだけど大変だったから、うん、秘書さんすごいね。まあね、俺はすごいんだけどさ。今日は何こういうのがダメに来たの俺は。そうよ。あ、そうなんだ。いいのこれ。行こうと思ったけど。記念すべき50回でしょうよこれ。そうですよ。あれフランク、なんかフランクさん、なんかテンション、なんか温度低いね。大丈夫？ナンバーワングランプリの後だってこれびっくりマークついてるけど、そういう感じしないの？そうだよ。好きでしょ M1。まあ好きだけど、もう終わっちゃうけどね。うん、そう、それにあやがって、ほらもうこれからはマモワンで行くからね。あ、そうか、もう、ね、世の中は。向こうはね、あのオールバックさんとかもね、こっちついてくれてる、ね。こっちついてくれるっていうマモワンの方に手はずになってますから。CM 出ちゃうかもしれない、ね。そうよ、そうよ。マモちゃん。そうよ。そうね。あ、でも、うん、でもさ、今普通にさ、聞いてさ、うん、全部やってんだ。当たり前じゃないの。俺、今までこれでもう60曲、70曲近くあるけど、70個分全部。全部 ?70 個分全部。そうだよ。言葉も被るって言うんだよ、それ言い回しとか。ガチのさ。いやいやいや、本当に。ガチの。ほんとなかなかよ。すごいね。やってる。うん。でもさ、言葉のレパートリーすごいよね、気象さんね。え、何聞こえない？なんだって？言葉のレパートリーすごいよね、うん、ごめん、レパートリーってどういう意味だっけ。言葉のどういうことなんだ、それ。言うと、どういうことなんだろう。言葉の、なんだろう、もうレパ言葉の、うんうん、気象さんが、うん、俺の中に持ってる、その言葉の数々。貯蓄量的な。貯蓄量が半端ないよね。すごい、言葉を知っていい知って、いる、いる、そうだよね。ルーです。誰がだっけ谷山、うん、気象さんが。だよね。ありがとう、ありがとう。が、うん、尊敬できる先輩だな。できる。もう、いるって言ったよ。いるって言ったよ、今ね。ありがとう、マモちゃん。いや、すごいなぁと思って。だからね、うん、本当はスーパーノヴァも、聞かせてもらって、うん、かっこよかったなぁと思って。聞いた？本当に聞いたの？うん。ありがとう、ありがとう。でもさ、最初スペーシーな感じでさ、本当に始まるじゃない、うん、でも結構爽やかな。そう、今回は、の曲なんだね、これ4枚目のアルバムになるんだけど、大体アルバムってリード曲ってあるじゃない、うん、PV 撮ったりして、これで行きますぜ、みたいな、うん。今回のアルバムこんなんです、みたいなリード曲ってあるでしょ。うん、で、これはスーパーノヴァも、聞いてもらったと思うけど、うん、PV 撮ったんだけど、前の3枚の、そのリード曲が結構こう、ダークじゃないけど、なんかこう、そっち方面なんだよね。車、うん、に構えたロックじゃないけど、うん、なんかそっち方面だったんで、うん、もっとこう、開けていこうと思って、うん、スーパーノヴァっていう言葉使ったのも、すごいメジャー感があって、結構いろんな多分アーティストさんも使ってんだけど、それこそ、うん、マモちゃんも金役で叫んでるし、結構使われてる言葉だけど、なんかね、根に持ってた。それでいいやと思って、うん、あえて、その、メジャー感、ベタなとこをあえていこうっていうね、うん、4枚目だしっていうんで。いやでもかっこいいよね、うん、本当に。あんまり
曲聞いたことないけど。いや、ほんとでもね、マモちゃん、上手くなってるしね、歌。お前、最近聞いてないけど。俺さ、キシャさんのさ、あれ以来行ってないのよ。あの、ゼップで東京だよね。そうだよね。雪の日以来。だからあれ、ロデオディライトとか、だからもう3年4年。いや、3年前ぐらいか。そう。だよね。それ以来、行けてなくて、もう武道館も誘ったけど、全然、あのね、いい？ここで、俺とマモちゃん以外の話出てないけど、P 姉さんいるじゃん。ピクロミさん。ピクロミさんいるでしょ、うん、あの人も武道館、うん、去年ですよ。ちょうどグランドで5周年で、でっかいとこでやると、うん、俺男性声優初でちょっと先陣切ってちょっとやってくるよ。かっこいい。後に続けマモちゃんみたいな意味で、めっちゃかっこいい。一回見とけっつって、やっても梨のつぶてで、あ、お誘いいただいてすよ。行けなくてすいませんでしたの。その後日のそれこそでパク姉さんですよ。あ、パクって言っちゃったけど、ピーロミ、もう聞いてても無駄ですもん。来ててもピーロミさん、うん、そのね、あの人もメール部署だから帰ってきたことないの、ね、メールが、ね、うん、で一応でもお誘いで、うん、武道館やるんでよかったら来てくださいっつって、うんうん、でもどうせ来ねえだろうなと思ったら、うん、その2日後ぐらいに帰ってきたの、うん、ロミロミからメールが見たろ、黒みって書いてある、うん、お、まあ来れるにしても来れないにしても、うん、返信があるっていうのこれはうわ珍しい、うんうん、っパッて見たら、うんうん、今度お店オープンするんでよかったら来てくださいお店の開店パーティーもやりますっていう日にちが武道館の日だったんですよ。それあなたちょっとみたいな、まず同じ日に被ってるっていうのは あるんだったらまず一言あれよみたいなじゃなくてなんかオープンするんでっつって、ね、よかったら来てねっていうだけのメールだった。だけの一斉メールだよ。一斉メールだよ、ね。そう、CC とか見ちゃったもん、俺。ああ、一斉メールだよ、これ。つって。そうそう、なんならね。そんなのメール見ずに。そうそうそう。一斉メール送れる。同じ日だぜ、しかも。さすがだな。さすがだよ。マモちゃんよりすごいってね。うん、すごいね。さすがだね。なかなか僕の知り合いの中ではこの二人はすごいです。いや、応援してるよ、いつも。すいません。俺もね、応援はしてる。マモちゃんはガッともっと言っていい人だから。もっと言っていい人だから。かマモちゃんの声優の枠じゃくくれない。なんだろう、ね。やっぱね、本人が目指してることも皆さん聞いてください、ここは。マモちゃんファンが聞いてくれてるもん。俺はね、みんな。俺だけじゃない。ほんとみんなが応援してる。マモちゃん嫌いな人っていないですよ。言わせてもらうと、マモちゃんを嫌いっていう人は多分天の弱っぽどの天の弱か、なんでしょうか。か、気象さんですよね。ですよね。言ってないよ、そんな。あちぃ。ですよ、ほんと。なんだよ皆さんでね、本当宮野真守を応援してあげてください、うん、僕が言うのもなんですけれども、うん。